こんにちは、速稼塾の久保です。今日の億万長者合宿は、先生うんこしてきていいですかというテーマでね、お送りいただきました吉谷さん。まあ、今回も動画を送っていただきましてありがとうございます。まあ、吉谷さんの作戦も私思いつかないでもなかったんですよ。授業中にね、手を挙げてすいません、ちょっとうんこしてきますっていうのは、まあ、私的にはね、結構ね恥ずかしかったんですよ。でも何回か使いましたね。何回か使ったんですけども、私ね、学校でうんこする時って結構堂々とやってたんですよ。実は一番近くのトイレで、うんこでもすっかーみたいな感じでね、ドア入っていって派手に音を刺してですね、やるというね。その辺についてはね、なんか恥ずかしくなかった。授業中に手を挙げるのは恥ずかしかったんですけども、まあ、人前でねトイレに堂々と入るのは恥ずかしくないと。まあ、例えばね、今みたいにコンビニが普及してない時とかって、わーって車でドライブするじゃないですか。うんこしたいなと思ったら、その辺の飲食店にちょっとトイレ貸してくれって入るのも全然平気だったんですよ。まあ、なんかね、びっくりされること多かったんですよね。で、在学中、学校に行ってる間って、まあ、どっちかっていうと、うんこをするといじめられるっていう風潮ありましたよね、確かにね。それ全国的なんですかね。私のいる小学校でも、なんかうんこマンみたいな感じで、学校でうんこをしたことをね、ネタにしていじめられるっていうのはあったんですけども、その時すでに私はどっちかっていうと、乱暴者だったんで、俺をいじめる奴はいねえだろうと思ってたんですよね。だから全然堂々とうんこをしてましたし、下手にね、私がうんこをしてるの、まあうんこうんこっていう動画も変なんですけども、うんこをしてるところをからかうやつがいたら、もうね、暴力ですね。もうと鉄拳を食らわして、それこそね、逆うんこいじめしてたような感じです。当時ね、暴力振るった方すみませんでした。結構ね、怪我をして、家帰っていくとお母さんとか心配されたと思うんですよ。で、次の日ね、こうやってガーゼして登校してきたりとかして、もうそれ以来顔を合わせてくれなかった、目を合わせてくれなかったような生徒さんも何人かいらっしゃったみたいなんですけども、いや結局ね、私の小学校時代とかはね、喧嘩が多かったですね。私の人生では、小学校の時はとにかく体がでかかったんで、気に入らないことがあったら私はすぐにぶん殴ってましたね。ぶん殴って蹴りをつけていたんですよ。で、そういう意味で言うと、自分の得意分野でいつも勝負をしてたような気がします。で、まあ、勉強はからっきしだったんですけども、例えば体育は割と得意だったんですよね。で、体育の中でも野球の時間とかは、まあ、私はね、幼い頃から好きでもないのに野球やってましたんで、バン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 打つわけですよ、学校の授業とかでは。で、まあ、守備もね割としてましたんで、まあ、ソフトボールの授業っていうのが小学校5年6年であるんですけども、まあエースでしたね。で、走るのも速かったんで、そういうところでは、まあ、自分らしさを発揮したんで、運動会が好きだったかなっていうところもありますけどね。で、まあ、中学に入ってからはもうまどろっこしいことはやめてですね、うんこだとかなんとかじゃなくて、もうその授業中に手を挙げるのもしゃらくさかったんで、まあ、授業にいないということがね結構ありましたね。だからね、なんて言いますかね、当時の学校の風潮もあったんですけども、何にしても学校に逆らうみたいなね、なんか理由はないんだけども、学校に逆らったらかっこいいみたいな価値観を持ってしまったんで、バカでしたね。で、なんですかね、好きでもないのに、うまくもないのに、学校の校舎のあれでわざわざタバコを吸ってみたりとかね、で、なんかうまくもないのに修学旅行でビール飲んでみたりとかね、全然うまくないですよ、はっきり言って。中学の頃とか高校の頃とかね、ビールを飲んだところでタバコをバコバコ吸ったところで気持ち悪くなるわけですから。で、タバコを吸いながら周りのちょっと突っ張ってるやつらもタバコ吸ってるわけですよ。こいつら気持ち悪くないのかな、こんなもん吸ってと思ってたんだけども、セブンスターのね短いやつをこう吸うというねバカでしたね。そうやって見栄を張って生きてきたわけなんですけども、何の話だったかな。まあ、うんこいじめですね。うんこをしたらいじめられるっていう風潮は私の小学校中学校時代にもありました。ありましたけども、私はうんこをした方がいじめる方だったんで、どうってことなかったと思うんですよ。ただまあ、うんこをするっていうのはね、ある意味ね抵抗はありましたね。やっぱり抵抗があって恥ずかしいから、ちょっとからかうやつをぶん殴るみたいなことをしてたりね。で、中学になってくると私空手を始めたんで、今度ぶん殴るの代わりに蹴りを入れてたんですよね。この蹴りが結構強烈で、その学ランに足の跡とかバンってつくわけですよ、前蹴りとかしたら。で、明らかに、まあ、私がね暴力を振るったのに、やられた方は報復が怖いから、まあ先生に言わないみたいな感じでね。でも当時バレてたんですよね、きっとね、私がなんかどんなことやってたのかっていうのは。まあ、だから引き換えにね、なんか学校で不祥事があると、まず私が代表で怒られるみたいなことして、私が怒られるとね、割と他の人はちょっとおとなしくなると、普通の生徒さんは。だから抑止力にはなってたんでしょうね。で、なぜか私はね学級委員になったりとかするわけなんですよ不思議ですよね。だから乱暴なやつが学級委員になって、
どうなるんだと思いますと、学級委員をやらされると結構ね、なんと言いますか、気持ちが変わるっていうのかな、こんなことしちゃいけないなっていうふうになんとなくなっていって、まあ従順になっていったわけなんですけども、高校に入ってからは今度は学校内の問題を起こさなかったんだけども、他校とねよくね喧嘩をしましたね。それもわざわざ理由もないのにふっかけに行くみたいな感じでしたね。何をやってたんだろうなと思いますね。そう考えるとこういうふうにちょっと振り返ってみると、それ以外のことが全然思い出せないんですよ。文化祭とか体育祭とかも何やったのか全然覚えてなくって、ただなんとなくいつもね、なんか拳をこう振り上げて誰かの顎にこのパンチを当ててたなみたいなところとかで、私も結構食らうんですけども、顔に当てられたことはあんまりないんですよね。なんかこう背丈の関係もあるんで、私はボディには結構蹴りを食らってたんですけども、まあなんかまるでろくでなしブルースでしたね本当に。で、何が言いたいかっていうと、なんか無理やりですけども、得意分野を持つってことはすごく大事だなと思ったんですよ。もちろん暴力は良くないなっていうのはこの年になってやっと分かりましたけども、今はね、ビジネスが私の武器なんですよ。どんな状態になってもビジネスで勝ち切っていくっていうかね。で、しかも暴力はやられた方は喜ばないですけど、ビジネスっていうのはお金を払う人が喜んでくださるっていうところが私すごいね好きなんですよね。喜びでお金を払って、受け取った方は喜びで、まあ100倍返しをするっていうかね、その方の悩み問題解決をするみたいなことで、両方ともなんか良くなるんですよね。ビジネスを提供する方は、まあ知識とか情報とか知恵ってものが提供できるし、で、まあ、情報とかね知恵とかアイデアってものがなかなか思いつかなかった人はそれをお金で買うみたいな感じで、完全にこうね等価交換が行われているというところなんですよ。で、ビジネスのすごいいいのは等価交換に見えるんですけども、不等価交換なんですよね。お金を払った人って払ったお金以上のメリットを受け取ってるんですよ。で、お金をいただく方っていうのはいただいたお金以上のメリットを与えてるんですよ。だから両方ともプラスオンになってるんですよね。等価交換で両方とも富の交換が同じレベルで行き来するってことはなくって、客観的に見たら同じやり取りなのに、なぜかねお金を払った方も受け取った方も両方ともねワンランクツーランク上がるみたいな感じなんで、すごくいいなと思いますね。そういう意味で言うと暴力ってのは片っぽをね圧倒的に傷つけて、それで傷つけた方も何も得るものがないんですよ。せいぜい照れ隠しができるぐらいとか、ちょっとした優越感に浸れるだけで、ものすごいね相手を傷つけて、ものすごくね痛めつけて取り返しのつかないことをしてしまうというリスクをいつも背負ってるんですよね。だからそう考えると今ね得意分野がビジネスに移ったっていうのは、とってもねありがたいことだなと思いましたね。今世の中いろんな状況で不況に突入すると言われてますけども、私もね危機は感じてるんですけども、ただやっぱねお勤めされてる方とか一般の店舗とかね、経営されてる方に比べるとちょっとその負担はちっちゃいのかなと思います。というのが店がないんで方向転換が簡単なんですよ。で、扱うものが食品とかではないんで方向転換が簡単なんですよ。でもまあやっぱりねそれを思うと余計にですね、商品とかその店舗をやられてる方とかね、で飲食っていう食品を扱ってくださる方への感謝っていうのは数倍募るんで、私の場合は食品に対してはなるべくね高くお金を払って、そういった交流をされてる方とか飲食を提供してくださる方にもう2割とか3割とかまあ価格定価以上のねお金をお返ししたいなって気持ちなんですよね。まあいろいろと申し上げましたけども、うんこをしてる人はねいじめるのはやめましょう。うんこはみんなするんで、それからうんこをしていじめるっていうのもなんかね自分がうんこしたくなるとき困りますよ、普段いじめてたら。だからそんなことをするべきではないですよね。それからこの動画を見てる方で10代の方とかあんまりないと思うんですけども、もしね10代の方に暴力についてお話しすることがあるとしたらね、暴力ってのは知恵の浅い人がすることだと思ってるんですよ。頭の利く人は暴力を使う前に問題を解決するんですよ、ね、で頭がちょっと足りないからむしゃくしゃしてドーンと腕力で解決するって最低の選択手段なんですよ、暴力ってのはね。やってきた私だから言います。まあなんていうんですかね、よくね人っていうのは
いじめられた体験とかを話すことがあると思いますけど、こうやってね、いじめた立場から体験を話す人ってあんまりいないと思うんですけど、私はどっちかっていうとどう考えてもいじめっ子の方なわけなんですよ。まあガキ大将って言い方してましたけどもね。まあ幼い頃からね、4、5歳とか6、7歳とかああいう辺から体がやっぱりね、周りと一回り二回りでかいんで、で声もでかいですしね、それから走るのも早いんで、まあなんかね、ガキ大将でしたね。それはまあ小学校高学年になっても変わらずに、中学になっても変わらずに、中学になると本当に顕著でね、他の小学校からそこそこ腕の覚えのあるやつが出てくるわけじゃないですか。そういうのは大体突っ張ってるんですよね。だから突っ張ってる者同士でぶち当たるんで、だから優劣がはっきりと客観的につくわけなんですよ。そういう意味で言うと、ものすごくその序列をつけるのは中学高校の方が簡単だったような気がします。社会に出てね、序列がついてるようであんまりついてないんですよ。そういうのを感じますよね。で今回の動画はね、億万長者でも何でもなくて何を話してるのか分かんなくなりましたけども、まあこういう動画も出しながら視聴者さんと距離を詰めていけるのか、それとも離れていってしまったら、帰ってきてくれみたいになるのか分かりませんけどね。ということですけども、最後にまとめるとすれば、どんな状況でも稼いでいきましょう。以上でございます。で失礼します。